皆様、こんにちは。今回の動画は11未対応 PC への新規インストール方法を、できるだけ簡単な方法かつ、要点だけを解説させていただきます。なお、Windows 11の USB インストールメディアが、すでにあるものとして、お話しさせていただきます。まず好きなところでテキストファイルを新規作成してください。そのテキストファイルを開いて、動画説明欄から、映像と同じ箇所をコピーしてきて貼り付けてください。貼り付けたら、上書き保存し、閉じてください。次に、このテキストファイルの Windows 11のインストール USB メモリのルートにコピーしてください。これで前準備完了でございます。先ほどのインストールメディアをインストールしたい PC に挿して起動します。起動しましたら、Shift プラス F10 キーを押してコマンドプロンプトを起動してください。RegEdit と入力し、レジストリエディターを起動します。起動しましたら、映像のようにファイルからインポートを選択してください。最初に出てくるドライブ一覧の中には、USB メモリが出ていないと思いますので、PC をダブルクリックし、開いてみてください。すると USB メモリのボリュームラベルが見つかると思います。先ほど作成したテキストファイルがあると思うので選択し、開いてください。これで、すべてのハードウェアチェックが無効化されたので、レジストリエディターと、DOS 窓を閉じてください。あとは、通常通りにインストールが可能です。なお、この方法では Windows 10からのアップグレードはできないので、10からのユーザー情報などを引き継ぎたい場合は、説明欄にリンクを貼っておくので、10からのアップグレードインストール方法の動画をご覧ください。それでは、ご視聴ありがとうございました。